レイ・シュリマーは、アメリカ合衆国のヒップホップグループ。スリム、ジミーとスウェイリーの兄弟による二人組。2013年にマイク・ウィルメイド・イットのレーベル、イドレマーズと契約を結び、翌年、ノーフレックスゾーン、ノータイプがヒットし広く知られるようになる。2015年、デビューアルバム、シュリムライフをリリース。2016年、二作目のアルバム、シュリムライフにをリリースし、楽曲、 ブラックビートルズが全米12週連続の1位を記録する。同曲はマネキンチャレンジの楽曲として世界中でヒットした。2018年には3作目のアルバム SR3MM をリリースしている。オペネア・フラウンフェルトのステージでのスウェイリー兄のスリム、ジミーと弟のスウェイリーはカリフォルニア州ウィッティアで生まれた。母親は陸軍で働きミシシッピ州。 メリーランド州などを転々とした後、テキサス州のフォートフットという軍事基地に定住した。二人が中学生の頃、一家はテキサス州を離れてミシシッピ州に戻り、チューペロの悪名高いアイダストリートの住宅街に住むようになる。二人はジェマイアミドルブルックスと出会い、一緒にデムアウタストリートハチボーイズというヒップホップ、グループを結成する。アルバイトで稼いだお金を使って、 機材を購入し、自宅で音楽を制作していた。二人は学校をサボって、音楽活動に真剣に取り組むようになったが、母親には家から追い出されてしまう。そこで、岐阜の友人と一緒に、市内の空き家にひっそりと住み始め、家でパーティーを企画し、音楽を広める活動をする。2010年初めにシングル、パーティーアニマルをリリースしたことにより、地元で知名度が高まり、 活動の幅を広め始める。2011年半ばには、リルパンツが法的な問題を抱えグループを脱退した。2013年、ジョージア州アトランタに移った二人は、マイク・ウィルメイド・イットと出会い、イドレマーズと契約するのを機に、レイ・シュリマーに改名する。2014年5月18日、デビューシングル、ノーフレックス・ゾーンをリリースし、柴叩く間に人気となる。 ベッドアワードの受賞式に招待され、大きなイベントで初めてパフォーマンスを披露した。9月15日には、セカンドシングル、ノータイプをリリースし、全曲を上回る人気を博す。全米チャートでは、最高16位を記録したほか、批評家からも高い評価を受けた。2015年に1月6日、デビューアルバム、シュリムライフをリリースし、全米5位を記録した。 2016年8月12日、2作目のアルバム、シュリムライフにおリリースし、全米4位を記録する。収録曲、ブラックビートルズは、ベイビルボードホット100で12週連続の1位を記録するなど、空前のヒットとなった。同曲は、大流行したネットミームのマネキンチャレンジの楽曲として使用され、世界的なヒットとなった。2018年5月4日、 三作目のアルバム、SR3MM をリリースし、全米6位を記録した。このアルバムは3枚組で、レイシュリマーのアルバム、SR3MM、スウェイ、D ーのソロデビューアルバム、スウェイクション、スリムジミーのソロデビューアルバム、ジムトロの3つが合わさった、アルバムセットとなっている。スタジオアルバム、ありがとうございます。